クレレの持ち方について説明したいと思います。シンプルでですね、体の右側で持つんだよっていうところが、一番重要なことになります。体の右側で持つ、まさに今僕がやってるように小脇に抱える感じで持つってことです。はい。でこれがですね、できるかできないかで、全て変わってくるっていう感じですね。左手はね、とにかくいろいろ忙しいんで、自由に動けるようにしておかなければいけないわけです。はい。自由に動けるようにしておかなきゃいけない。普段通りの手の状態です。リラックスしているような手の状態。よくね、私の動画とかでなんかこうどの指使ってんのか映像を見てもわかんないとか言われる方がいらっしゃるんですけど、まさにそれはね、力が抜けているっていう証拠で、例えばね、人差し指使うときにね、こんな風になっちゃうとね、確かに人差し指使ってるなってわかりやすくはあると思うんですけど、この手の形って力入ってないとできないんですよね。無駄な力が入ってないとね。もちろん小指がこうなっちゃうとかもそうだし、なんかコードを押さえるときにこんな感じになっちゃうとか、あとなんかこんな感じになっちゃうとかね。これ全部無駄な力が入って普段と違う形になってしまっています。いつの間にか左手の話に移っちゃってますけど、左手っていうのはもう普段通りの手の形でなるべくやっていくっていう形になります。絶対じゃないんですけどね。でその前提になるのが、右側でいかに持てるかっていうことになってます。でいい方法はですね、もう本当に右側でもう なんですか小脇にこうやって抱えるような感じで歩き回っちゃう感じです。これちょっと立ち上がりますけど、立ち上がってこう歩き回ってみたりとか、なんかお酒とか飲んだりテレビ見たりとか、こんな感じね。はい。で慣れてきたら親指を使ってこういうふうに、左手使わずに右側で抱えたままこうやってこうね、親指で撫でれるようにするっていう感じです。はい。で撫でる時なんですけれども、これね、ここが閉じてると親指ってこうね、撫でれないですよね。一応撫でれるけど、こう手で止まってしまうっていう形になりますんで、こうね、手首を前の方に出して空間を作ってあげて、この中を通してあげるって感じです。はい。でその時に、このね、肘のあたり楽器を挟むような形になっていて、あとこっちですね、人差し指の先端の方に楽器の首の根元が乗ってるような感じ。はい。これをキープしたまま親指でこう撫でていく。で親指で撫でるって言いましたけど、親指を使ってはいるんですが、実際に動いてるのはこの腕全体って感じですね。はい。こんな感じ。こんなことがねできるようになると、だいぶ、基礎的な技術もね、もうこれでついてきたっていうことになると思います。ここまで来るのでもね、やっぱ全くやってない人だったら、1週間とかかけて大丈夫なんじゃないですかね。でほとんどの方はこれすっ飛ばしてやってるので、どうしても こっちばっかりね、左手ばっかりになって、なんかこうこの辺に楽器がいたりとかねしてるんで、非常に不安定で辛そうですね。見ててやっぱりほとんどの人辛そうです。いわゆるプロ奏者じゃない方、そうです。なんで、ギター弾かれる方もみんなそうなんですけど、右側です。右側で固定をするっていう感じです。これは超重要なんで、ぜひね、楽器をやってらっしゃる方はですね、これを意識して取り組んでみていただきたいと思います。はい。で右側で固定をするので、左手って、左手の話にまた戻りますけど、左手に関してはもうね、寄りかかるだけって感じなんですよね。寄りかかるだけ、ギュッとかグッとかほとんどやりません。なんでこの、ギュッてやったりするのにね、親指とかいると思うんですけど、もしね、親指が不自由になってしまったとしても弾ける状態 になっているっていう感じです。ちょっと弾いてみますけど、こうね、今親指完全に離してますね。正派なんかも別にできます、ね、正派でギューとかやってる方ほとんどですよね。9割以上だと思いますけど、右側でしっかり持てる、
つまり右上で固定されてるってことなんですけど、固定されてるのでこれも壁みたいな状態です。壁こう動いていかないってことですね。固定されてるものに圧かけたい場合ってもう、ね、後ろから押す必要がないですよね。こう壁ですけど、まあ、後ろからそもそも押せないから、こう、ね、向こう側に押すだけで力ってかかりますよね。それと全く一緒で、右側で固定してここに壁を作るって感じです。それによってギュッてやんなくても寄りかかるような感覚で正反なども含めてね、できるようになります。で、実際にはですね、親指ももちろん使っても大丈夫なんですけど、本当に補助的というか、まあ、ほとんど添えてるだけですね。まあ、せっかくね、こうあるのにこう空中にね、あのスタンバっとくのは変な話なんで、添えてはいますけれども、ほとんど使わないよって感じです。なので、例えばね、こう横に移動する時もスムーズにいけるし、指も自由に、まあ、動きやすいし、まあ、何の指使ってるか分かんないみたいな状態っていうのは、そういうことにもつながってきますしね。はい。で、まあ、今左手の話をしちゃいましたけど、そもそも右側ができてないとこの話にいけないということになります。はい。ちょっとね、本当に適当に始めて適当に喋ってしまったんですが、結構大事なことは言えたと思うので、今日はこれぐらいにしたいと思います。いつもありがとうございます。それでは。